背骨ですね。背骨についてやります。で、背骨は単純にまっすぐにすると強いということですね。で、ちょっと仰向けになってもらっていいですか。仰向けになってもらう。で、エクササイズですが、まずはですね、こうお腹を膨らませるのを背中でやるようなつもりで、背中のこの隙間がこの辺に生まれると思うんですね。この腰の S 字カーブのところに。で、それをこう内側からの圧力を持ってぐっしゃーっと潰してあげると。で、床にぐわーってこう背骨を押し付けていくわけですね。で、それを背骨を一直線にしてあげる。というエクササイズがあります。これやるといいですね。で、まあ、これやると背骨がまっすぐだと強い。なんで強いかっていうと、上半身と下半身の連動が強化されるからなんですけれども、まあ、それの分かりやすい実験として、ちょっと力抜いて普通にしてもらっていいですか。で、こうやって持ち上げてあげると、もうちょっと持ち上がるわけですね、こうやってね。で、まっすぐやる。まっすぐにガーッと下げる。で、そうすると持ち上がらなくなるわけですね。まあ、これちょっと分かりやすい実験でエクササイズだと思うので、まあ、やってみてください。